えー、ラジオネームこまごめさんからいただきましたありがとうございますつだちゃんゆかちももんにちはももんにちは昔昔あれは小学校低学年の頃<う>某番組の1ヶ月1万円生活の影響で私の中で野草を食べるブームが来てました見よう見まねでとったニラっぽい草を水で洗って食べ <laughs> すげえニラだーと感動してもぐもぐ食べました <laughs> その姿をご近所さんに見られたらしくお母さんに伝わり半分呆れながら怒られました、うん、お二人は野草経験ありますか <laughs> ねえなーでもニラっぽい草はわかるあのあれでしょう <laughs>、ね、わかるわかる名前わかんないけどニラ,いニラっぽい草はあるじゃある、うん私も昔ちょっとあれニラっぽいなって思ったことあるもん <laughs> 野草経験ないなでもあのひ平戸ツツジ、うん、平戸ツツジだ、うん、平戸ツツジはた確かに舐めてましたあ。 あのピンクのお腹にさあ花だ<に>あ,あれはあるある私もあるそう,そう,そう甘いって思って、うん、あとなんかタンポポの綿毛からなんかミルクが取れるみたいな絵本なんかちょっと白いのが出てくるんですあれがなんかミルクだみたいななんか絵本があって、うん、でその影響で友達がすごい大量のタンポポを栽培してミルク畑を作ろうとしてたことがあって <laughs>、えー さすがにそれは私もなんか子供ながらに、うんうん、いやちょっと無謀だぜみたいな <laughs> <laughs> 子供ながらにね, <laughs> な,らにねなんかすごいいろんなところから綿毛を集めてきてあの学校の校庭のなんか砂場に埋め始めて <laughs> い<や>それ<前>学校の人に怒られなかったのいやでも全然わかんないぐらいの少量なんですよそうなんだ<や> なんかすんごいめちゃくちゃ顔にくっついたりしないくっつく。なんかさ、ふわってやった瞬間に、べべべべべって顔にくっついたりとかしないで,、ね、で私そう、あの、タンポポの綿毛を両腕にね、こう、そろばん塾の帰りに、たんうん、なんかその綿毛畑みたいなとこが本当にあって、うん、こう、両手に持ってくるくるって回りながら、あはてなーいってやってた頃があった。さすが、風の天女。そう。そう <laughs> こんな感じで若気のイタリエピソードや子供時代のあるあるエピソードを送ってきてください。うんはい。以上、昔々、私はなんであんなことをのコーナーでした。